はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーボディクリスです。はい、今回ね久しぶりの登場、翔太君です。お願いします。はい、お願いします。ちょっとね2週間ほど飛んじゃいまして、はい、まあ色々諸事情がねはいありましてね、あったんで一人撮影見てました。そうそう、一人撮影やってました。やっぱり、ね、ちょっと寂しいですやっぱね。あの一人喋りちょっと寂しかったんで。一人喋りね。やっぱね二人ともいいかなって改めて、ね、発見もあったんですけどね。はい。まあ、ちょっと飽きましたが、ね、よろしくお願いします。はい、あとね今日のこのピンマイク入ったんでね。そうなんですよね。ちょっと撮影のね品のクオリティ上げていこうと。ちょっと雰囲気出てきましたよ。そういうことで、まあ、ちょっと音声も多分聞きやすくなったと思いますので、はい、まあそういうこともあってね、まあちょっと前の動画が始まったんですけども、このテロップもね。テロップ入れ始めになりまして。ですね。はい。これがまた大変なんですよね。大変なんですよ本当に。いや皆さん本当ね動画皆さんいろんな動画が見てると思うんですけども、はい、何気なくテロップ読んでると思うんですけどね、あれ大変ですからね。マジで大変。マジで大変。いやー本当びっくりしましたけどね。もう本当にまあテロップ入れた方がね見てる方は見やすいとは思うんですけども、うん、それをどうしようかと断念したくなるぐらい大変とね。実際にやってみたんですけども、やっぱね前のと前作った動画の時間はやっぱ3倍ぐらい時間かかってですね。編集にね。編集に。そうなんですよ。すごく時間かかるんですよやっぱり。めちゃくちゃ大変。まあね、その対策もあってのこのピンマイクっていうんですよね。そうそう。だからね、はい、そのテロップねやってくれるソフトってあるんですよね。はいはいはい。無料のソフトがあってそれ使い始めたんですけどね。でやっぱね昔みたいにこうねこの iPhone だけのマイクやったらね。声を拾ってくれないっていう事実が判明したんでね、うん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 、そうなんですよね。でねピンマイクね、用意したんですけども、これもちょっといろんな話があってね、はい、なかなか大変で、大変で雑音が入ったり音拾わなかったりとかっていう、いやめちゃめちゃ実は2週間ぐらい僕苦しんでたんですね。ね、iPhone とこう互換性がなかったりとかね、そうそう、互換性がなかったりとかっていうのでいろいろ苦心してて、はい、でやっとねこの体操をついたというので、やるやると、はい、ということで今日は撮影していきましょう。お願いします。お願いします。はい、じゃ今日のテーマお願いします。はい、今日はですねフィットネス雑誌情報のネクストさんからですね、はい、ピックアップの、ニュースを僕たちが読み上げて、はい、それに関する感想であったりとか意見を言っていこうというコーナーでございます、はいはい、前回もやりましたが、ね、なかなか喋ってる僕ら二人も楽しかったな、うん、ということですし、結構好評だと思うんですけどね。そうなんです、うん、で、まあ、このね、ネクストさん情報誌ですねオンラインにも見れますので、はい、まあ、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですけれども、はい、まあ、その中でも、実際どういうニュースピックアップして二人が見てるのかとか、うん、そのニュースを見てへーっていうだけじゃなくて、うん、あ、こうどういう見方があるのかというのも皆さんに聞いていただければなというコーナーですね。うん、ですね、はい、はい、ということで早速このネクストさん、冒頭のページぐらいですね、ネクストピックアップニュースピックアップ10っていうので、うん、10個フィットネス業界で気になるニュースを上げてくれてるので、うん、そこから何個かピックアップしてお話していこうと思います。はい、で1個目のニュースですね、はい、オリコン2021年フィットネスクラブランキング、うん、これの満足度総合1位が、うん、ゴールドジムが輝きましたということですね。まあ、顧客満足度調査を実施する会社オリコンさんですね。うん、まあ、有名です。よく聞きますよね。オリコンね。はい、オリコンチャートとかって言いますけど、まあ、いろんなジャンルがあって、音楽だけじゃなくて、いろんなジャンルがあって。そう、ね、オリコンって音楽だけだと思ったんですけど、ね、そうなんです。意外でしたよね。いろんなことを、まあ、顧客の満足度調査をしてるっていう会社らしいんですけども、うん、まあ、そこのフィットネスクラブについての調査で、うん、2021年フィットネスクラブランキングを発表しました、うん、大手のフィットネスクラブどこが一番満足度高いですかっていう、うん、きっと調査なんでしょうね。そうですね。でその中で満足度総合1位がゴールドジム。いやーすごいですよね。ですよね。ということで、まあ理由が特にまあ通いやすいとかっていう理由があったっていうことなんですけども、うん、どうですかゴールドジム。まあ峰木先生は馴染み深いジムやと思うんですけど、めちゃくちゃ馴染み深いですよ。ですよね。ですよね。ゴールドジムでもお仕事とかはされたんですか。仕事はしてないですね。もう一顧客顧客として筋肉好きとして行ってたっていう、ね、はいはいですね。筋肉ディズニーランドって僕は言ってましたけどね。様々なアトラクションがいっぱいあるんですね。ですマシンはアトラクションですからね。アトラクションなんですね。そうそう、ムッキーマウスがいっぱいいるっていうね。あ、ムッキーね。ムッキーマウスですねっていう話をしてたぐらい、なるほど、まあ、愛着あるジムの一つですね。もうゴールドジムの小ネタがもう小ネタいっぱいもう何本でできますからね。もうね、それで愛してるね。なるほど、ジムの一つなんで、やっぱりそのムッキーからすると、いやそうです、ね、顧客満足度は高いですか。めちゃくちゃ高いですね。なるほど。本当今でこそね、いろんなね、いっぱいジムできてきてとかね、うん、いろんなマシンとか、うん、まあ、エニタイムさんとか結構ね、はい、そうですね、24時間ジムでもいいマシン入ってきましたけど、はい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 、まあ、それが出てくる前はね、うん、やっぱあんだけの施設、あのマシンとかそういったジムとかダンベルの重さとか、はいはいはい、まあ、なかったわけですからね。ですね。これは
確かに満足度、まあ、ムッキー族にとってはね、なるほど、満足度高かったなと。ダンベルの重さがね、そこまであるっていうのが満足度につながるわけですね。20キロ以上ってなかなかないんですよね。はいはい、はい、まあ、大体スポーツ界も20キロまでなんですから、うん、あって30キロ、30キロなかなか見ないですね。30キロまあめったないですけど、はい、あったりするんです、スポーツカブなんですけど、うん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 、しかし30キロ以上使う連中がいるわけですよ世の中にはね。なるほど、そうそう、だそういった物足りないってなっちゃうんでね。なるほど、じゃあどこに行ったらええねんってなったら、はいはい、ゴージムさんですね。80キロぐらいもありますから、ダンベルとかね。ですね、こういうことなんですよ、バケモンダンベル。そうです、ダンベル80キロとかありますよ、普通に。どうやって持ち上げる、あれがもう常にとかもバケモンたちいるんですよね。いや、すごいですね。だからこの顧客満足度っていうのをこう紐解くと、この世間のみんなに愛されるっていうよりは、ごく一部のもうそのムッキーたちが、ゴールドジムじゃないとダメなんだと言わせる設備が整ってるっていうことなんだなと思って、まあね、大手のフィットネスクラブ、コナミさんとか、ね、ディプネスさんとか、いろんな大手フィットネスジムがあるんですけれども、そこまで格差が今のところ見られないじゃないですか。なので、別にフィットネスクラブは大事で、大好きで行ってるんだけど、別にそこじゃないとダメ。には該当しなかったんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。で、まあやっぱり、いや、もう大手フィットネスクラブもいろいろあるんだけど、ゴールドジムじゃないとダメなんだっていう一定の層がやっぱりこういうのでもう、いや、やっぱゴールドジムやろうと、そう、ね、投票したりするのかなと僕はちょっと見てて感じましたね。そうそうそう。ね、なんかポイントとしましては、まあ確かにムッキーズにとっては満足高かったんですけど、はいはいはい、一般の人にとっては行きづらい場所だったんですね。ですよね。逆に言ったら。ですよね。まあ、怖いとかね。はい。怖い。まあ、怖い。よくわかんないですけど、今だに怖いってあんまり印象強いっていう。マッチョ。取って食ったら白いですからね。マッチョ。みんな優しいですからね。いつも言ってますけど。マッチョはね。マッチョはゾウさんなんでと。ゾウ。ムッキーけど優しい目してるんでっていう、はいはい、いつもこう訴えてるんですけどね。だからそう、怖いっていう。はい。ごく一般的な女性が、ちょっと面倒くさいんじゃないかと。うん、で、入りづらいね。はいはいはい。で、私みたいに普通の人はいったらあかんのかなっていうので。そうですね。逆にだから印象悪かったと思ってるんですよね。はい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 。でまあ、それから今変わってこうやって好感度上がってきたと。うんうんうん。やっぱり一人にやっぱその筋トレブーム。ああ、そうですね。で、タンパク質ブーム。はいはいはい。ビシリブーム。ビシリブーム。スタブポイントだと思うんですね。確かに。それで、そういう女性たちも、あ、ゴージムみたいな変わってこうかな、ジム行くようになってきたと。なるほど。いう流れやったもんね。で、行ってみたらすごいいい施設やったと。はいはいはい。いうのが改めて分かったと思うんで。あれですね、もう世間がゴールドジムにやっと追いついたみたいな。そうなんですね。そうそう、良さが分かってきたと。食わず嫌いだったら食べてみたら美味しかったっていう。はいはいはい。なるほど。上がったんかなと僕は睨んでますけどね。なるほど。うん、いや、これね、本当にムッキー族にしては、嬉しいニュースですね。いや、もちろんね。はい。はい。そこと皆さんゴールドジム行ってあげてくださいね。ぜひね。はい。ということが、ピックアップニュースでした。はい。で、お次のニュースです。こちらはですね、全マシン、半個室のトレッドミル専門ジム、これ3393って読むんですかね、がオープンしましたということで、まあこちらどんなジムかっていうですね、トレッドミル専門ジム3391号店がですね、千葉県に、2021年8月オープンしましたということで、まあすべてのマシンが、トレッドミルのマシンが、半個室になっているのが特徴で、で、ウェブ上で入会手続きが完結して、で、店舗はですね、もう完全に無人化。ということで、で、しかも価格が月額2640円の税込みということで、回数制限もなく、月何度でも利用可能な定額制のジムがオープンしましたよというニュースでございました。なるほど。こちらどうですかね、トレッドミル専門の無人ジムということで、なかなか新しいですね。これはまさにね、コロナ禍の時代に即したね。です、ね。まあ、新ビジネスだなと思うんですけど。ですね。トレッドミルっていうね、走るマシンですからね。はいはい。持ったってもなかなか面白いなと。ですね。ウェイトとか、筋トレとかじゃなくて、もうトレッドミルで。そうそうそう。しかも半個室で。そうですね。ですね。走るだけの人もいますからね。いますね。トレッドミルだけっていう人ね。そうそうそう。いらっしゃる。そこをそう願ってったんだね。うんうんうん、うん。あとはまあ、相変わらずね、まあ、長引いてるマラソン部分ですね。はいはい、はい。これも継続して続いてると思うんで、ね、走るっていう需要は大きいなと。ですね。いいと思いますね。しかも、まあ、やっぱりね、マラソン好きで、どの層にも、やっぱりマラソンは好きなんだけど、やっぱり雨の日はね、なかなか外で走れないとか、うん、そうですね、あとは今、なんかマラソン走ってる人のそのマスク問題というか、ね、ねえ、それもすごい気を使われる方も多いのかなと思うので、しんどいですからね。きついっすよ、マラソンが。あれはかわいそうですよ、本当に。ねえ、いや、でも本当、外で走ってる方もわざわざマスクつけて頑張ってやってるんで、まあ、ちょっとこのジムのね、そのコロナ対策、どんななってるかは分かんないですけど、まあ、そういった層も追って、ちょっとね、
目を引くものになるかもしれないですね。そうですね。まあ、しかもね、月額が2000円でしたっけ、2000円ちょっと。はい、2640円。この安さもそうですよね。安いですね。確かに、ね、4000円とかでいかないやろなって感じですね。確かに。確かに。走るだけですよ、ね、そうですね。そうですね。それ以外得がないので。確かに。高かった、ちょっと高かったらいかないよなと思うんですけども、まあ、2000円やったらねっていうね。この価格やったら、まあ、あんまり行かなくてもとりあえず入っとこうっていう層も結構多いかもしれないですね。それこそ雨の日用にとか、うん、そうですね。ね、ちょっとこうフラット軽く走るだけとかの人もね、うん、いいかもしれないですね。そうですね。まあ、そこにちょっとしたちょこっとランニング層を狙ってるのかなって気もします、うんうんうん、多分ロングで走る人は多分行かないと思うんでね。はいはいはい、はい、ガチのマラソンでやってる人とかで、そうですね。本当は短時間で使いたい人とかっていうのが多分重要なのかなと、うんうんうん、ですね。いいと思いますね。まあちょっとこのね、店舗が実際にどんな店舗か分かんないですけど、千葉県ということで、うん、まあテナントの料金とか広さとかはまだ分かんないですけども、うん、まあ、今後どんな風にね、うん、こう市場に出回っていくかとか、ね、まあこれを真似するような形態とかも今後出ていくのかは要チェックかもしれないですね。はい、うん、はい、ありがとうございます。で次はですね、ライズアップ、4、5、6月の純損益が黒字化ということで、うん、オンライン活用などで4年ぶりの黒字化ということでした、うん、ライズアップグループの2021年 4月から6月の連結決算が、増収となり、うん、営業損益、純利益とともに黒字化しました、うん、ということで、前年同期は、新型ウイルスのコロナ禍による店舗の閉鎖で赤字に追い込まれました、うん、が今期はオンライン指導の活用も走行し、業績が回復、同期の黒字は4年ぶりということで、4年ぶり、4年間赤字が続いてたんですね、この期間ね。確かに、ね、ライズアップさんの業績悪いっていうのはちょっと聞いてましたからね。でしたね。まあ、ライズアップゴルフとかもありましたし、フィットネスクラブ自体も、ちょっとね、赤字が続いてたんですけど、すごいですね。まあ、盛り返してきましたね。そうですね。まあ、もともと力あるとこですからね、まあ、資金力も失ってきて。そうですね。まあ、だから、まあ、いろんなこと手を出しちゃったけども、やっとまあ、元の業態戻ってきたのか、はいはい。ちゃんと自分の事業をやった成果が出てきたねって話だと思うんですよね。なるほど。そうですね。しかもまあ、これここにニュースに書いてあるのは、まあ、オンラインの、サービスもかなり、ね、力を入れてやってきたということなので、まあ、コロナ禍で、いろいろ悩んでいる方に対して新しいアプローチも考えたのかもしれないですね、うん、やっぱそのフィットネスイコールライズアップとかトレーニングってイメージが強くなったと思うので、うんうん、まあ、集客しやすいと思うんですよね。そうですね。でライズアップメソッドを自宅でできるという話を聞いたらね、いや、しかも安くできるだったら多分ゆっくりする人多いかなと。いや、ライズアップさんすごいなと思うのは、やっぱりその食事であったりとか、うん、まあ、さっき言ったゴルフであったりとか、うん、まあ、いろんなサービスのこう、なんだろう、いろんな裾を広げていく、そうですね、あのチャレンジ精神というか、うん、まあ、すごいなと思いますし、今回オンライン授業もね、どんな形かちょっとまだ見れてないですけど、うん、いろいろチャレンジされた結果なのかなと思いましたね。展開がやっぱやりやすいと思うんで、もう一回ブランド作ってるんでね。うんうんうん、うん。やっぱ、だからブランドって強さがあって、あるんですよね。確かに。一回作ったいろんな方向とか、あと、まあ、再燃もできますからね。うん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 。だからやっぱそうやってまた繰り返すことが可能になってくる。はい。ライズアップが新しいのをこんなん始めましたよっていうと、うん、おってやっぱなりますもんね。そうですね。一般の方もね。だからまだまだ影響力あるなって改めて感じましたね。ですね。で、まあ、まあ、全体見ても、やっぱりパーソナルトレーニング業界っていうのも、ね、ちょっとずつ右肩上がりになってきてるんですかね、今のところ。多分そうだと思います、それは。ね、まあ、本当にうちのジムもそうですけど、お客さん、まあまあ増えてきますからね、うんうんうん、着々と。僕もいろんなあのパーソナルジムに今のところ行かせてもらってるんですけど、やっぱり、うん、あの確実にあのお客さんも戻ってきてますし、そうですね、むしろ需要がマイクロジムなんかは増えてきてるんじゃないかなっていう印象ですね。うん、まあぜひパーソナルトレーナーをね、はい、ぜひそこに注目して、もっともっと攻めの、チャレンジをしていけたらなという感じですね。はい。はい、で最後のニュースです。この、ニュースピックアップ10というの中でもね、ニュースな言葉、ニュースな数字というところね、気になる数字言葉というのをピックアップしてくれてるんですが、はい、その中でも6割という言葉が、ピックアップされてました。これは何かというとですね、サワラスポーツクラブというところがですね、小学校低学年までの子供がいる親に調査したところ、6割以上が子供の運動量が減ったと回答していました。でさらにその8割以上が体力低下を招くのではないかと不安に感じていたということで、まあ、自宅での運動方法としては体を動かす遊びやフィットネスゲーム、人混みを避けた、散歩や屋外運動などが挙げられましたが、まだまだ、子供のことに対しての不安は多かったっていう、ニュースでございますということで、まあやっぱりそうでしょうね。実際どうですか、峰先生、お子さんがいられるんですけれども、お子さんの運動量とか気になりますか？もう全く同感ですね。減ってますね。減ってますか？確実に減ってますね。
これは思いますよね、やっぱね。もうこれはまあなかなかね、まあ学校も何ですか、なかなか運動する時間が減ったりとかですね。うん、そうですね。まあシンプルに夏休みとかも登校しないでみたいになって、シンプルに通学の歩く時間も減ったりとかですよね。そうですね。だから、この量は確実に減ってるなっていうのはまあ明らかでしょうね。間違いない。で、これに代わるサービス、まあ、これの対策としてな、うん、オンラインの運動のゲームとか ね、家でも出たりとかあるんですけど、なかなかそれでも追いつかないところは正直ありますよね。まあ、なかなかね、だってオンラインは結局家の中でやじゃあやろう話になっちゃうんですよ。そうなんですよね。ね、で家の方はあんま暴れられないしね。はいはいはい。まあ、も限界ありますよね、そっちだけね。組織に住んでしたら、マンションが住んでますから、やっぱ暴れて足音するとかね。いやー、下の階に迷惑かけられへんじゃん。気に使わず、やっぱりそうなってくるとね。いや、間違いない、間違いない。だからやっぱ基本は外で遊ぶことやっぱ考えなかんのかなと。いうのはまずベースだと思うんですけどね。増やそうと思ったらね。そうですね。まあ、こういう中でね、まあ、この6割の方が、子供の運動の、頻度低下を気にしてるということですが、まあ、このね、どのサービスも、誰かの不安であったり不満を解消するっていうのが、ね、ポイントになるっていうのは以前の動画でもお伝えしてたところなので、まあ、ある意味こうキッズの、運動指導とかっていうのはちょっと目を向けてもいいところかもしれないですね。本当ここに関しては本当ね、その、まあ、ビジネス展開で考えたらやっぱりかなりね、あの企画力、はい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 、があればめちゃめちゃ多分狙っていく業界だと思うんですけど、まだまだね。まあ、子供を集めて、ね、こう楽しいイベントでさらに親御さんの不安であったり不満を解消するそう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 っていうところの企画があれば、きっと一気に集客できたりするかもしれないですね。まあ、最近やっとね、まあ、一応ね緊急事態宣言も解除されたんで、ね、はい、ある程度こう密に、まあ、密だし集まっても大丈夫っていう対策をした上 で、ね、そうそう、だからいっぱい、ね、人集めてるイベントとか、はい、やっぱ子供たちはグループで遊ばせたらいいと思うんですよね。ですね、大人は個人だと思うんですけど、はいはいはい、やっぱ子供たちはやっぱグループでみんなで会いたいじゃないですか。そこで得られるメリットってめちゃくちゃ大きいですよね。そうそうそう、そういうことを考えていた企画とかイベントを考えられたら面白いのかなと思います ね、うん、そうですね。まあ、僕の周りにも結構子供を対象にしたあのサービスをやってるトレーナーの方いらっしゃるんですけど、結構集客してますよ。ですよね。もう全然このコロナ禍でも、まあ、マスクして、まあ、学校終わってからの時間に、子供集めてやってたとかしてたの で、 そうですね。で結構ねやっぱりあの親御さん、まあ、あのコロナは心配だけど、ぜひ運動させたいっていう親御さんめちゃくちゃ多いんで、思いますやっぱり。まあまあここは狙いどころかなっていうのを感じましたね。まあ、それが実際にこのニュースでも数字 で、 こう、ね、うでね、ピックアップされてるので。6割の需要あるってことはめちゃめちゃ商圏広いですからね。ですよね。すごいだから潜在客顧客いっぱいいますよね。はい、ね、小学生の子供、小学生以下の子供を持った親御さんの6割です。そう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 。まあね、その6割に訴求していくっていうのはかなりヒットしやすいってことですね。 50% の成功率あるわ けですからね。簡単に比率なかなかないですからね。はいはい。まあね、まあ運動したいと思ってる人でも、まあフィットネス業界でも、もう数が少ないって言われてる中ですから、ぜひちょっと注目したいニュースでしたね。そうですね。はい、ということで、今回も、4つほど、ピックアップしました。他にもニュース、ピックアップしたいニュースたくさんあるんですけどね、ぜひあの耳寄りな面白い情報たくさん載ってるので、ネクストさんも、ぜひ見てもらえたらなと思います。はい。はい。はい、で今日はこんな感じでしょうか。はい。はい、でまた次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。